黒部ダムは、栃木県日光市黒部、利根川水系絹川に建設されたダム。高さ28.7メートルの重力式、コンクリートダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の水力発電所、絹川発電所へ送水し、最大12万7千キロワットの電力を発生する。日露戦争終結後、絹川上流に、 水力発電所を建設し、発生した電力を東京へ供給するという目的をもって絹川水力電機が設立された。この計画は明治時代から構想され、東京電灯、駒橋発電所の開発に携わった技術者らを招いて検討した結果、絹川に3カ所の水力発電所を建設する計画としてまとめられた。同時に、 年間を通じて一定でない絹川の流量を調整するためのダム貯水池を50里、川又地点に計画した。しかし、日露戦争による強行のため資金調達に何度か失敗し、計画の発起人たちの中でも事業を継続するか否かでま、二つに意見が分かれた。議論の結果、事業は継続されることになり、都市光鶴松を中心に設立されたのが、 木川水力電気である。同社は、計画にあった3発電所を下田木発電所1カ所に、まとめ、水不足に備える、貯水池として、黒部ダムを、出力調整用として、逆さ川ダムを合わせて建設することとした。利根川水系逆さ川に建設する、逆さ川ダムは、黒部ダムと下田木発電所の中間に位置し、日本の発電用アースダムとしては、 大野ダムに続いて2例目となる。車載発行により、なんとか資金を調達してきた絹川水力電機は、建設工事を1911年2月に着手し、1912年12月に、竣工1913年1月に運転を、開始させた。318メートルという高落差を利用して、最大31200キロワットの電力を発生する。 下崎発電所は、当時日本最大級の規模を誇るものであった。供給先については、東京市電気局との間で、電力供給の契約をあらかじめ済ませておいたことで、下崎発電所で発生した電気はすぐに、人々の生活に供することができた。しかし、想定を上回る、大量の土砂が、黒部ダムに堆積し、貯水容量を圧迫した。 このため、水不足に備えて、黒部ダムに貯水しておくという、当初の運用計画は破綻することになった。絹川水力電機は新たなる、水力発電所建設工法地を探すものの、決定打を見出すことはできず、下滝発電所が水不足の際には、火力発電によって需要を賄うことにした。こうして19、1919年に完成したのが、 すみ火力発電所である。戦後発足した東京電力は供給エリアである首都圏の電力不足を解消するべく各所で水力発電所の増強を実施していた。絹川においては1961年に絹川水力建設所を設け、下田木発電所に大規模な改修を施し、絹川発電所へと名称を一新して再出発させた。 キム川発電所では降落差地点に対応したフランシス水車を採用し最大出力は旧滝発電所運転開始当初の3万1 2 0 0ットから12万7 0 0 0ットへと4倍も増強されている。発電に使用した水は放水路を通じて日光市に隣接する塩谷郡塩谷町、殿川水系白石川に建設された。 西古谷ダムへと送水され、一時的に蓄えられる。その水を、塩谷発電所を通じて、一定量を河川に放流することで、鬼怒川発電所の逆調整地として機能する。東京電力による鬼怒川再開発では、このほか栗山発電所の増強、川又発電所の新設が行われた。中でも、鬼怒川、栗山、川又の三発電所は、 電力系統の周波数を安定化させるよう、出力を自動的に調整する AFC 運転を実施している。溶水発電所、今市発電所の運転開始もあって、絹川は電源地帯として重要視されている。その後、黒部ダムについても老朽化のため1987年10月から改修工事が行われ、1989年3月に完成。 洪水破棄ゲートは22門から8門へと少なくする。一方、湾曲したダム本体の面影はそのまま残すなど、周辺の景観に配慮したものとなっている。東ダムを所有、管理してきた東京電力ホールディングスは、2020年4月、子会社の東京電力、リニューアブルパワーに、東ダムを移管した。日光市絹川温泉上流、五十里ダム、川路ダム。 川又ダムといった大ダム群の中に黒部ダムはひっそりと存在する。日本初の発電用コンクリートダムという歴史あるダムであるが一般への知名度は低い。黒部ダムと聞けば日本で最も包み高の高い富山県の立山黒部アルペンルートの黒部ダムを多くの人々が思い浮かべることだろう。黒部ダムはそのアーチ状に湾曲した外観から ダム年間をはじめとする多くの文献において重力式アーチダムとみなされていた。しかし東京電力は車種や現地案内板などで単なる重力式コンクリートダムとして扱っており土木学会も認識を改めるなど重力式アーチダムであるということを否定する方向に傾いている。ありがとうございます。